團十郎としてやはり13人目ということでやっぱ初代に原点回帰っていうことをやはり一つ目標として初代市川團十郎というものは荒とを作って大きく市川團十郎という名前を日本中に知らしめた。ややははり今度私がやるべきお役目は 日本の文化の一つの歌舞伎として市川團十郎としても世界の方々に認識していただけるようなアクセスの仕方を考えていくべきであるそれはあくまでも新しいことに挑戦し続けることだけではなくやはり日本の360年400年近く守られ続けてきた古典というものを一つの武器に戦えるような團十郎になっていく。演劇界界歌舞伎界も大変なこうを まあ、迎えているわけでございますけれど、ようやくという気持ちと。さまざまな團十郎になるにあたっての行事がございます。代々の團十郎が、やはりこう紡いできた。文化であって、やっぱり先祖の思い、気持ち、生きた証拠。がやはり、この、一つ一つの事象に。まあ、含まれてきているな、ですから、こう、重みを感じている、真っ只中です。市川新之助。 はいあのしんのすけに2年間なれなくて5月はしんのすけっていうイメージはなんかあんまりなかったんですけど今回は2年間空いたからなんかしんのすけになれるんだみたいな感じです。さんさのの今のお稽古ぶり どんなふうに映っていますか比較的楽しそうに伸び伸びと自分がやりたいようにっていうところともちろんこうした方がいいよっていうこともちゃんとこう聞く耳をなぜか持つという家だとねゲームやっててもゲームやめなさいよってってもあんまり聞く耳を持たないんですけども教えてほしい知りたい聞きたいこれはどうなってんだっていうねもういいだろうと思うけれども何べんもやるねあなた。ももう一回もう一回回って、うん いや、まあでも結構好きそうなんで楽しそうにやるんですよねなんかやっぱりちょっと父に似てるかなやはりこう集中の仕方がよく似てますね<ー>うん父と還元さんは映像などでおじいちゃまの團十郎さんご覧になった時にどんなことを感じましたか歌舞伎ってなんか優しさが出るんですけどおじいちゃんの芝居見てるとなんかひ 優優ししい感じがよく出てて、うん、優しかったんだろうなと思って團十郎さんから海老蔵さんが学ばれたことで勸玄さんにも歌舞伎俳優として伝えていきたいことってどんなことがありますか、うん、やはり父から教わったことっていうのはまあやっぱりあらごとの本質それ芸ごとのまあ理解かなりこう細かくあのー。 学者というか説明分かりやすく説明してくれていたんでそういった部分をまあしっかり還元に伝えていけるまたボタンに伝えていける稽古の仕方もやはりこう祖父が父にした稽古の仕方父が私にした稽古の仕方というものをやはりこういいところをちゃんと吸収してでやはりそのせがれにはあの全面的な教育の仕方ということを志して稽古しています。 9歳で十二代目團十郎の人となりやはりこう優しさがあふれる芝居であるってことの理解ができる9歳はおそらく数少ないそれがちゃんと彼は理解しているんでそのような発言になっているですからあの悪くなないかなと勸玄さんはどんな歌舞伎俳優にこれからなっていきたいなえー、かっこよくなりたいです。<laughs> 優しくて かっこいい歌舞伎俳優になりたいです、うん、いつかは今のお父様の名前のエビゾそしておじいちゃまのダンジュロー自分も名乗ってみたいなという気持ちはありますか、うん、ありますそれはいつぐらいからそういう気持ちが芽生えましたかうん、いつぐらい子供の頃から結構そういうことある まあ今も子供だけどねもっと子供の時からだよね <laughs> うん、うん、へえまあ歌舞伎が好きみたいで少なからず私の9歳の時よりか彼は歌舞伎が好きなんで早く海老ゾいになりたいでしょうし早く團十郎白猿になりたいでしょうしねう,ん、そう早くなりたいんです、ね、ですからもう皆様の応援よろしくお願いいたします。<laughs> 早くく私を引退ささせてください、はい <laughs>